チラーメン面倒坂すげえな、これ1700万するようなじゃあベンツ持ってたっていうことだろうな、アキラ。そんなもんだよ、家族もなくてね。ここはまっすぐですね。山やってたから。なんか知らんぷりしてりゃいい。だから大阪の病院だって看護師さん中に嫌われててさ、言うこと聞かなくて。あ、そうなんだ。そう、噛みついたりする音するんだ。怖っ。看護師さんとかな、これで手に負えないっつってヘルパーさんつけたんじゃん。言うこと聞けよ、おめえも。いや、もうさすと入る。バカじゃねえの。いやだ。ずーっともう行ってんの、ほら。みんな抜けてる。普通はみんな前行くよな、もっと。バカのやつだ、言うこと聞かねえ。かんねえ。昔からさ、人の言うこと聞かねえんだよ。いやだ。そうかね、そうかね。まあ、秀一くんも。こういう合流早く入る。だってみんな。いや、後でブツブツ文句言うなよ。うん、だってみんな。車知らねえとか、渋滞とか。恨んでくるの。あんな前行きやがってバカ野郎っつって。え、これ何、左でも普通の道あるじゃん。あ、何これ道なくなんの。そう、本当だ、ないや。そんなから知ってる子はずっと前行って入るの。それが普通の感覚の人のやることなの。何だっけ、変わんねえや。もう変わるよ、こんな8台が。はぁ、くだらねえな。そう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 、さっと入る。こういうのはみんなさっき立ってるって分かるから。まだまた入られちゃうよ。いや別に、そうそうそう、だから入られてなんかメリットあんの。そういう風に言いますけど教えてください。フラストレーションがたまるんだよ。それってでもあなたの感想ですよね。何言ってんだ、せめでさっから。あの、嘘を言うのやめてもらえます。科学的に何か証明できるんですか。教えてください、僕に。ほら、パトカーあそこの影に隠れてるわ、ほら。どこ？ここ交番か。もう、今もう、あっちにあった。カーテンあるな。まあ、機動隊の発出。あの、周り野郎って影で隠れて見てんだよな。うん、いる。ネズミ取りしやがって。駅前とかね。スマホめちゃくちゃ今貼ってるし。何だっけ？踏切の後にね、いたの見たことある。うわ、いる。しっかり止まって左右見ながら、あの芝居がかかるほどに。じゃないとイジャモンつけて罰金取るから。おちんち食堂、何これ、すごい名前だね。
あ、オランチか。やばい、ちょっとやらかし、ホチンチ食堂じゃん。ねえねえねえ、豆島にゲオってあるじゃん。はいはいはい。これチンコ取れたもん、やだこれ。そういうこと言うからそうやって言ってる。ここ何巻き寄ってんの、ストーブ。これ多分前行っても同じだよ、これ。これは、この渋滞はしんどいな。そうかね。これもう、さっさと、あれ乗りゃよかったね。インター。インター乗る？インターのって何？高速か？高速。高速がありませんよ、この辺り。ほら、見ろよ。何やがる、新地。クソ野郎め。軽井沢はこれぐらいは確保していかないとね。まあ、そうだろうな。通過に2時間。そんなかかんねえだろ。途中寄ってれば半日。そういうことだろ。コット屋はどこにあるの？もう少し先。そろそろ？もうこうやって渋滞の中入っていけば。帰りはまたこれ渋滞になるよね。じゃあそれ夜間くらい寄ってくの？コーヒー飲んでくんじゃないの？飲んでく。私だとお昼食べてないの。いいですよ。俺もお昼食べてねえな。食ったらあのまずいしょっぱいラーメン。あんなの700円も払って食べたらバカやね。だから豚汁の方が良かったんです。何が豚汁だ。あんなとこ普通スルーするんだよ。豚汁美味しいよ、そこ。今だ口の中塩気残ってる。え？開けますか。え、どうぞ。ずっと飲んだんでしょ。少しぐらい飲んだ。いやだね。我慢しなさい。これ何作ってんの。キャベツだね。キャベツだね。夜になりゃ冷えるだ、ここら辺ね。あ、浅間やめじゃね。浅間やめ。うわ、これ渋滞してちゃった。マウント浅間、信号があるんだからしょうがないでしょ。まあ、2時間は我慢すれば大丈夫だよ。はい。そんなかかんねえだろ。中志くんいいかい。何か大丈夫。あそこにも娘さんいてる。古い家だね、この家。もう誰も住んでないな、この家ね。あー、そうかね。ほら、だってもうみんな窓閉まっちゃってる。うわー、これ 14.3 キロ。何この 14.3。暑い、暑いね。こいつはこいつあまりぶつくさ言うからもう途中でコットヒ焼いたらあんたか運転変わった方がいい。あっちい、本当にあっちい。何これ、下げよう。これか。新州倉庫、これやってないんじゃないの。やめたとしても今もう休み、休憩時間だよ。渡辺自動車、板金工業。ああ、人家あるんだな。この住所知ってるのかよ。昔の家だね。あっちょいよ。あ、この絵の様子も茶色い。75竹。ここ？コットヤ。違う。あ、違う。ちょっと取りすぎちゃった。シナの。ちなみにね、右肩にあるから。え、右？左？左ですよ。右はちょっと嫌だよ。めんどくせえこれ。めんどくせえよ。こういうとこ要請要請に信号あるから詰まっちゃう。会社ばっかだな。
全部会社いいと思ってさ、みんな見えっぱりの塊だ。左言うと別荘地になってる。自殺の名所もある。森泉郷。